こんにちは。こんにちは。ね、ねえねえねえ、なんか背景違くない？私今日なにこれ。おめでとう、いつも頑張ってるね。だって応援してます。なにこの背景。なにこれ。え、30日連続だとこの背景になるの？聞いてないんだけど。30日おめギフトもあるの？え、すごい。1ヶ月的な、1ヶ月記念日的な感じなの？え、嘘、なんか前こんなのあったっけ？前なんか100何日やったけどこんなあったっけ？え、すごい。あ、30日おめじっこありがとう。なんかおめでとうってなってる。なんか言われてるんだけど、いける？何これ。あ、そっか、1ヶ月ね。1ヶ月ごとにやんの？すごい。30日おめいっぱいありがとうございます。記念品になっちゃった。イエーイ。いける。すごいな。ねえ、あ、もう今日はずっとこれなんだ。じゃあ、イエーイ。ギフトもこれあるんだね。なんか1年のやつは知ってたけど、1年とさ、なんか誕生日と誕生日前後のやつは知ってたけど、これは初めて見た。すごい。待って、ありがとう。え、でっかいやつくる。え、ありがとう。タワー。ありがとう。ありがとう、タワー。ありがとう。ありがとうございます、本当に。ありがとう。おめでとうって、ありがとう、本当に。うわ、すごい。ありがとう。ありがとうございます。すごーい。祝い30日ありがとうございます。本当にありがたわです。ありがとう。すごいね、初めてもらったこれ。すごい、今日はなんかお祝いって感じだね。ありがとうございます。なんか普通に始めると思ったけど、なんかもうさ、始めるさ、ボタンを押す前からさ、なんかそう、私もなってたから、この背景になんだろうこれって思って。ねえ、すごい。え、そうね、背景ごと今日スクショタイム作ろう。いつもしないけど、今朝頑張って配信してたからお礼です。ありがとう、ありがとうね。よかった、30日頑張って。気づいたら30日も連続やってました。なんかさ、全然さ、連続しますとかさ、そういう目標とか予定とかも立てずにさ、こんなに続いたのは初めてかも。え、前からこれありますか？なんか新しくなったのかね。
なるのかね。花束ありがとうございます。スクショタイム作ります。スクショタイムしよっかな。じゃあどっちが正解、どっちが正解。頭の体操継続の力ですね。会えなかった。あ、半年前くらいか。あ、そうなんだ。通りで見なかったことだ。こっちさん、右手さん、こっちが正解ですか。合ってる。正解になって、じゃあスクショタイムします。いい？こっちか。壁だ。上？下？下だ。オッケー。バラありがとうございます。イエーイ。わーいわーい。見てかい、ありがとう。暑いから。今日はいちごのソフトクリームとチョコとコーヒーのアイスを食べた。かわいい、ありがとう。頑張ったもん、ありがとう。イエーイ、ありがとうございます。すごい、ありがとう。すごいね。あ、そう、写真今日のだけど着替えちゃった。ちょっと、そう、ソフトクリーム食べました。今日はね、サイクリングした。見てくれましたか？メールに送りました。イエイ。よかったら見てください。30日おめん、ハートありがとう。イエイ。ありがとうございます。アイス美味しそうだった。いいでしょ。ちょっと待って。めっちゃなびくやん。扇風機。めっちゃ前髪が。ってな。このアイス美味しそうだ。美味しかった。ザ・イチゴって感じ。この30日で好きになりました。ありがとう。やん、やん。
今日はちょっとカラオケ配信して弾き語りやります。アイスありがとうございます。30日ありがとうございます。シャンプーの CM じゃないです。もうちょっと下がいいの。このぐらいがいい。お米研いでるかも。わかんない、見えない。あ、え、さっきさ、パンダさ、なんだっけ、タモリさんみたいに言ってるの分かった。これか、ここか、ここにいたのか。何のことだろうって思ってた。このクマさんはさ、パンダだと勘違いしてたのかと思った。ここにいるやつね。え、ここにいるやつか。コングラチュレーションの下か。これのことね。何のことだろうって思った。なんかさっきあったよね、コメントね。ウケる。ウケる。確かに花もいいともっぽい。じゃあ今日はいいともの手でいきます。そう、なんかね、テレビ局でバイトしてた時にね、なんか私が担当してた番組じゃないけど、音楽のね、有名な番組でね、なんかたくさんアーティストさんがね通っててね、めっちゃね、なんかあの人もいる、あの人もいるってなってたの思い出した。今日そういえば今30日おめありがとう。じゃあちょっと充電溜まったかな。イヤホンさせるかな。最近充電、なんかさ、充電器ってさ、消費期限みたいなある？消費期限じゃないけど、なんかあんまりさ、最近充電が遅くなってる気がする。でもスマホはそんなに買って立ってないからさ、バッテリーとかじゃないと思うんだよね。言うてなんかショールームって、ショールームとかすぐ充電なくなっちゃうから関係あるのかな。かわいい、ありがとうございます。いとまの話じゃないけど、クジカートありがとうございます。今日ね、あのね、外でね、ちっちゃいカメ見た。なんかこの間はね、カエル見たんですけど、あのカエルよりもね、なんかちっちゃかった気がする。自然いっぱいな地元でございます。しかもね、そのね、そのカメね、めちゃめちゃすばしっこかったの。もうこのぐらい、本当に早すぎてびっくりした。こんな速いカメっているんだって。てかカメってそんな速く走れるんだみたいな、私より速いんじゃないみたいなくらい早かった。 50m 走一緒に競争しようかって感じのカメがいたんですよ。びっくりしました。しかも本当にちっこかった。動画減る、バッテリー減るって、線が切れかけてる。あ、充電のコードってこと？
カラスに襲われる。あとなんか今日ずっとハト見てた。そう、ハトを観察しました今日。あと何したっけ、なんか白鳥みたいなやつの前通ったりとかしました。サイクリング。30日おめあり。え、亀じゃないのそれって。え、亀じゃないの。ちっちゃい亀って検索しよう。小さい亀検索。指に乗る亀の動画が出てきた。でもこのぐらいちっちゃかったな。小さいカメ早い検索。え、でもやっぱさ、ちっちゃいカメっているんだね。そりゃいるか。何のやつか分かんないけど。じゃあそろそろカラオケ配信をします。ハートありがとうございます。最近始めた曲やろう。最近始めた曲、あーこいつも、桜の花びらたちってなんか聞いたことある。吹奏楽でやったのかな。あ、てかシンデレラあるやん。シンデレラ歌わないからわかんないけど。さあドアバンバンしちゃうね。憧れていたステージ体完成。
した。ありがとう。音符とか三千丁目とかあととかありがとうございます。パチパチとかありがとうございます。なんかさ、リバーブ、なんかさ、声響きすぎですか、変ですか。いろいろモードがあるんだけど、もうちょっと抑えた方がいいですか。ありがとう、ハート30日おめありがとう。壁に貼ってある絵気になる。そうね、なんか見えてないけどね、まだある上に。大丈夫、ありがとう、大丈夫だって。ありがとう。あ、ライブ感っていい。じゃあよかったです、ありがとうございます。風でドアがバタバタしちゃう。じゃあ、どうしようかな。なんかやろうと思ってたんだけど忘れちゃった。何やろうとしてたんだろう、私。青空片思いが聞きたいです。青空片思い歌えるかな。待って、そこが不安。やってみるか、やってみよう。青空片思いはありませんでした。カラオケに無意識、無意識歌えるかな。一番は知ってるよ。僕たちの無意識は一体
したときめきよ。僕たちの関係は一体何？今大切な存在気づかずにいたけど、目が合った瞬間引き取れてくように、なぜか懐かしくてほっとしてしまう。僕たちの無意識は一体何色だ？愛しさはいつでもゆっくり近づく、さりげなく寄り添って混ざり合ってくように、愛は二人だけの特別な色さ。君も僕も今は見えてる愛の色はこんな色か、意識難しい。いや、パチパチありがとうございます。ポンポンありがとうございます。ね、意識難しいね。思ったより本当に2番は分かんないわ。ちょっと聞かなきゃ。なんか弾き語りもやりますか？弾き語りも一応できるんですけど、やりますか？ああやる？弾き語りやるか、やろう。弾き語りのさ、Uフレット上から順番にやっていったらどうなんだろう。弾き語り全然やってなくないって思って、まあできないからやってもあれなんですけど、やってほしい。聞きな、ありがとう、ありがとうございます。全然やってない、本当にやってない気がする。もうできるかもわかんない。てかここ切らんとな、切らんとな、切るのも忘れてる。まだやってないです。
現行感から初かな、出ない気がする。全然関係ないけどね、今日ねなんかね親にね飲み物を買ってくるように頼まれたんですよ、母親から。ジュースとアイスコーヒーを頼まれて、でついでに卵ボールとついたらを買ってきた。から目の前にあるんだよね、めっちゃ食べたいけど、今日アイスもソフトクリームも食べたから2個も後で考えますそう目の前にある、めっちゃ気になる。ね、本当に U フレットのさ一番上から下まででさそんなに曲数ないんだけどさ、なんかその中で知ってる曲とかさ歌える曲っていうのも限られてるから、なんか全部できそう。でもなんか普通に違うやつやってもいいか、 AKB さんとかでもいいか。 U フレットもね意外と入ってるやつは入ってるけど意外と入ってないのも多い。滑り台ね、そうだできなくて練習もしてないから本当にね、あの練習する時間ができたらやりたい、本当に全然やりたいです。グローリーゼンスとか歌ったことないけど、どうなんだろう。なんか止まってるパソコンが。グロリーデイズないかな。初見です、ありがとうございます。空気研究生のキャノンティーこと石川カノンです。キャキキョウ今何回あったでしょう、めっちゃ多くない？キャキキョウ、空気研究生のキャノンティー。パソコンも直りました、多分さっき止まってただけだと思う。365日の紙飛行機はやりましょう。 AKB さんって調べたら一番上にある。あ、待って、これ音源の動画付きのが最近なんか増えて音が鳴っちゃう説。あ、これでいけるかな。よし、一番だけやります。朝の空を見上げて今日という一日が
365日の紙飛行機。パチパチ、ありがとう。ありがとう、めっちゃパチパチくる、すごい。ありがとうございます。8888888888。ちょっとやったことない曲を急にやるのはちょっと怖いかな。あ、これやったことあるっけ。ちょっと一個やってみます。AKB さんで今開いてたので。ハートありがとう。覚えてるかな。毎回やったような気もしなくもない。行ってみます。海の季節は終わってしまった。君を一度も誘えなかった。密かして聞いてたかな。悪いかなんて躊躇した。めっちゃはい、サステナブルでした。なんか暑いからっていう理由となんかたまたま見てたから。パチパチありがとう。30日おめえもありがとうね。ありがとうございます。アコリバイちょ、いいねだって、ありがとう。こんなのもやってみようかな。サビだけ。
爪が取れた。夏休みすげえもやる。やったことわかんない。ちょっと後でじゃあ見ます。候補に入れます。ちょっと見てみるね。よし、ケーキまだあんま分かんないけど、かのんちゃん覚えて同じ。おーためーん、嬉しいですね。いきます。違う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 、これ2番、あこっちだ。ハート型ウイルスにやられてしまったみたい。どんな注射も効かないわ。あなたのことばかり考えてしまうの。何も手につかないくらいつかない。ん？合ってる？曲が分かんなかった、ごめんなさい。うる覚えの歌詞曲でやってしまった。やったことない曲もやるからいけないんだよね。あそう、じゃあ見るか。なんだっけ、夏よ急ぎだっけ。やってみるか。やってみます。なんだっけ。あ、オッケー。まだ何もない白い砂浜、波が静かに次の季節を待つように、君との記憶まさらなまま、新しい世界描こうとしてる。骨組みのできた無理やり。もう一回、二回ぐらいやったらもうちょっとちゃんとできそう。2番もやってみる？知らないけど。カラオケでやったもんね。いけるかな？水平線は遥かかな。何も語らず船の行方を見つめてる。君と出会って輝く日々に、どんな未来が生きるのだろう。
前違うよね知らない人が、あ、この後わかるよ。そう、見上げれば目を閉じるくらい雲の切れ間が眩しくて、夏よ僕のために咲いてくれ、青い実が待ちきれない、太陽がそこまで盛り上がろうとやってきてる、君のことの気持ち夢の中高まってる、強い日差しがなきゃ恋は始まらないさま。はい、ありがとうございました。全然できませんね。2番弱いですね私。あ、美浜ね、美浜出たことないんですけど、本当に挑戦してみたいですね、出てみたいですね。暑くなってきたし。ありがとうございます。なんとかっていうので斬新。そうですね、あれ見ました、それで思い出した、なんかあのワンオクロックさんの完全感覚ドリーマーのやつをの動画見た人いますか。さっき見た。スタンドバイユーいいよいいよ、スタンドバイユー、じゃんじゃんじゃんちちちちゃんちゃん。あ、スタンドバイユーってないんだっけ。あるっけ。あ、なんかないんだっけ。スタンドバイユー、あ、ないかもしれないやつですね多分。なさそう。そうですね、他のアーティストさんのスタンドバイは出てくるけどね、 SK は出てこない、出てこない。そうなんです、キャンティさんセンター見ました、ありがとうございます。スタバですかね、ありがとう。じゃんじゃん、あれなんか DMM で見れるんだっけ。今はもう終わっちゃったかな。私もねちょっと見ました。何回どうでいきます、チョコのチョコドはあるよ。できるかは置いといてある。やってみよう。123、はい、
大学園通許可理得計いあったうん、待って強がり時計やったことないですね。難しいかな。強がり時計を止めてどんなに頑張ってみても溢れてしまう涙ストピーストピーストピー。強がり時計を止めて平気なふりしていてなんだっけ、あざむけあざむけないのよ自分ストピーストピーストピー。最初の一瞬はできるかなって思ったけどやっぱ難しかったね。パチパチありがとう。ありがとうございます。確かにアコギだとちょっと切ない感がすごいですね。最初のなんか蝶がさもうね切ないちゃんだから蝶が切ないちゃんですフィンランドミラクルわかんないんだけど私そもそも曲ココナさんが知ってるだけだからね。あれは別にやったことあるわけでもよく聞くわけでもないからさすがに曲を知らないっていう。そしてなもんちゃんない説。え、あれって何の曲？ AKB？いや、なんか曲知らないのに調べてもあれなんだけどさ。みんなとみんなくるみんなみんな こういうやつでしょ。あ、チッパーカラオケでやろうとしてたんだ。思い出した、ありがとう。なんかねカラオケでやろうとしてたんだよなと思って。チッパーだわ。あ、ジッパーじゃない、あれだ、キャンディーやろうとしたんだ。そしてジッパーがなかった。そうだ、
なんか初日とキャンディーをやろうとしてたんだよね。忘れてた。みんなココナさんって言ってる。そう。そうだよね。ごめん違ったわ。ジッパーじゃなかった。フィンランドないですね。ごめんなさい違いました。ねえチョコの行方もカラオケでやりたいんだけどさ、もう一回カラオケやろっかな。カラオケで2曲やってさ、いい感じに終わりにしよっかな。いやでもどうせここまで4000いくらも人来てくれたから、弾き語りでやった方がいいかな。どうしようかな。なんかいつもの曲をさ何個かやるね。したらチョコの行方とかやりたいわ。全然そういえば考えてなかった。カラオケでやりたい。ギターはないので。どうしようかな。カラオケにする？カラオケで2曲やる？でまたさちょっと弾き語り考えとく。そうする？いやありだわ。あじゃあカラオケね、わかった、2、3曲ぐらいやろう。オッケーオッケー、そうしよう、そうしよう。うん、スタバも聞きたい。カラオケだったらあるよね多分。あ、卵ボール食べたい。何かやろうかな。ちょっと待って。例えば恋ちゃんとかもやってもよかったもんね。さっき待って声の行く、あ、声の行方ない？もしかして、あ、ない？ない説？ミスケイない。
じゃあやっぱこれ、一回これやろう。私なんて言ってた？なんて言ってた？怖い怖い。なんだろう。あ、なるほどね。チョコの行方って言ったつもりだった。怖っ。いやでもどっちにしようないな。どっちにしようないですね。どっちにしようないので一旦これやリクエスト順に行きます。いやそんなフィンランドミラクルはね。何回も通っているのに今まで気づかなかった。
でした。スタバスタバありがとう、プートカンありがとうございます。30日おめでとうかありがとうございます。消えちゃった、ごめんなさい、ごめんなさい。ありがとう。じゃあラストやります。最後です。センター思い出したりとか大晦日思い出したりとかいろいろですね。そうですよね。最後です。泣いてもらっても最後です。泣かなくても終わらなくても最後です。Are you ready? Okay.ずっと扇風機を直で当ててるから髪のなびきが、あ、通りすがりなのありがとうございます。何が最後なの？歌が最後です。いきます。キャンディーとさ口に入れて舌のその上で転がすのよ。甘くてちょっと酸っぱい天気エビタニケエビタニさん50cc タイプでちょっとその辺まで土曜日の昼下がり日差しがなら iPhone でミュージックお気に入りのカエラ嫌なコップなんか全部忘れちゃえるからね。
ということで今日は1ヶ月記念日でした。1ヶ月記念日としてなんか背景がとてもいいともなんですけど、ありがとうございました。31丁目ありがとう、ありがとうございました。終わり、終わりやで、終わりやで、パチパチ、ありがとう。ありがとう。ということで終わりにしたいと思います。ではまた、またね。またよかったら、あれです、あれ、ルームフォロー、ルームフォローお願いします。よかったらお願いします。お疲れ様、ありがとう、ありがとうございます。こちらこそ可愛かった、ありがとう。では終わります。皆さんありがとうございました。ほらありがとう、嘘、ほら5000人超えてる。みつん、超えてない、超えてない、超えてないよね。え、超えてる、超えてる、多分今4149人、あと500人ぐらいかな。ぜひフォローお願いします。5000人目指して、あと500人ぐらいお願いします。これはね違うよ、閲覧数、閲覧数だっけ、来た、来た数です。フォローじゃないです、あと500人ぐらいです。よろしくお願いします。ありがとう、ありがとうございます。5000人は違います、多分4500いくつなので、はい、そうなの、だからよかったらお願いします。ということでこれで今日終わっちゃうのかな、この背景みたいな。イエーイ、30日連続配信でなんか背景が豪華になりました。知らんけど、さあもありがとうございました。ということでフォローしてありがとうございます。じゃあねー、バイバーイ。